皆さんこんばんは、ジャーナリストの津田大輔です。平日午後7時からお、ちょっとすいませんね、音が出ちゃった、間違えた、これは音がちょっとループしちゃいました。手元の方で YouTube やってたんですけれども、はい、失礼しました。平日午後7時から放送しているポリタス TV、今日の放送はですね、無料で、ずっと見られるようにしておこうと思います。過去の放送、まあ、いろいろな番組やってまして、そのアーカイブは Vimeo の有料会員または YouTube のメンバーシップにご登録いただくことで、いつでも好きな時に過去の番組が見放題になります。Vimeo と YouTube、見られるアーカイブ動画は同じなんですけれども、それぞれ料金や機能違いますので、お好きな方ご登録いただいて、番組継続のためご協力いただければと思います。いつもはですね、いろいろな時事問題や社会問題、メディア、テクノロジー、文化、芸術などについて取り上げるんですけれども、まあ、今日はまあ文化芸術の話でもあり、そしてまあ時事問題や社会問題や、まあ、メディアの話、まあ、全てをね内包するような話にもなるのかと思います。どういうことかと言いますとですね、こちらですね、はい、つい先日、3日前ぐらいですかね、実は発売されたばっかりなんですけれども、この日本の芸術の行方というですね、僕の対談本、平田織座さんとの、対談本が発売になりました。まあ、通常はですね、こういう、対談、まあ、本がね発刊された時にはその発刊記念トークみたいなものを本屋さんでやることが多いんですけれども、まあ、やっぱちょっとまだ緊急事態宣言ということと、あと、織座さんが、まあ、兵庫豊岡におられることが多いということもあって、じゃあまあ今日は、まあ、せっかく僕も自分で番組を持っているので、通常のこの、本屋さんでのトークではなくて、まあ、オンライントークをやろうと思っています。本日のゲスト、劇作家の平田織座さんです。よろしくお願いします。はい、お願いします。あとですね、まあ、ただ、まあ、ちょっと本屋のトークイベントっぽくしたいなと思ってですね、六本木蔦屋書店さん の協力を得ましてですね、サイン本、僕と、織座さんの2人のサイン本がですね、購入できるですね、六本木蔦屋書店さん限定でですね、サイン本がネットで販売されるということでですね、そちら、後で、まあ、チャットの方とかでもですね、リンクを貼っておこうと思いますので、ぜひですね、サイン本が欲しいという方はですね、買っていただければなというふうに思います。はい、ということで、まあ今日はですね、まあ、どっちかというとその普段の番組というよりも本当に書店でのトークみたいなね感じで、やっていければなと思っているんですけれど、なので、まあ90分ぐらいですかね、まあ、この本にまつわるあれこれや、まあ、この本で語られなかった論点、あるいはまあ本を対談をしている時にはなかったいろいろ時事的な、ね、ネタなんかもちょっと盛り込みながらね、まあ、気になる話なんかもいろいろ伺っていこうと思います。まあ、90分ぐらい話して、最後の方ね、最後の 2,30 分ぐらいは皆さんぜひチャットで質問書いてください。質疑応答タイムみたいな感じで、いろんな皆さんの、今日生放送ですのでチャットの質問にも答えていこうかなと思います。はい、ということで、まあ、いろいろね早速話を伺っていきたいんですけれども、まあ、まず織田さん、この本、まあ、結構難産でした時間かかりましたね。すごい時間たくさん喋りましたね。確かだってもう対談だけでも5回ぐらいやりましたよね。で編集者がね、粘着質の方そう、まあ通常の僕も対談本、まあ、織座さんもいろいろね出されてきたと思うんですけど、多分それよりも話した時間も多かったし、まあ、それをだいぶ圧縮した分、なんか対談本なのにすごくなんか中身のね仕上がったなっていう、はい、思いました。まあなんか僕も発売、この本はなんか自分にとってもすごく大事な総括がね、ここ数年の自分の活動の総括の本になって本当に満足できる本ができたなとは思うんですけれども、いかがですか、実際完成した本ご覧になって。いや、よかったと思う。あれですか、アイトリーの話をまとめて話すっていうのは初めてなんですか。なんかね、断片的には話すんですよ、まあ、いろんなところに呼ばれて、ただああいう形で振り返って話すっていうのは、
なので、まあ、多分この本でしか語られてないことっていうのも結構あるので、その意味でもすごくまあ、貴重だったかな。どうしてもね、やっぱりこういうのってなんかネットとかで喋ったりとか、あるいはイベントで招かれて講演とかで喋るって記録に残らないじゃないですか。まあ、だからやっぱり活字に残していくことが大事で、いやそれはだからなんかまあ愛知取り柄のある話で言えば、もう本当に終了した直後にね、不自由展、表現の不自由展実行委員の人たちが、まあ、本当にもう終了に合わせて岩波書店から批判本みたいなのが出して、でも岩波であれが出ちゃったので、あれが歴史になっちゃってるので、やっぱりそうするとね、いやあれだけ、あれも別にそんな嘘が書かれてるってわけではないんだけれども、まあとても一面的な歴史なので、もっとね状況って複雑だったりするので、まあやっぱり活字にね残していくことっていうのはね、すごく重要だなとも思いましたけど ね。そうですね、まあそれとその学術会議問題が重なって、あ、そうですね、うん、まあ、そこがちょうど対談の最中にそれがあったかなと思います、はい。で、まあ、そして、まあ、何よりもね、まあ、やっぱりこの話から最初はしなきゃいけないなと思うのが豊岡市長選ですよね。まあ、はいはい、まだね、ちょっとチャットを見ていると、もう買って読み終えました、面白かったっていうね、ありがとうございます、まあ、そういう感想もあれば、まだねやっぱり入手できてない、これから買って読みますなんていう人もいるので、まあ、あんまり多分こういう対談本なので今日話すことネタバレにはならないと思うんですけれども、ただまあ一番のね重要なのが、本を書いて、まあ、どんどんお互いに赤字を入れてゲラを戻している最終盤の段階でさ、後書きと、前書きを、僕が前書き書いて、織田さんが後書きを書いて、でそれを入稿するぞという、そろそろ印刷所行くかみたいなタイミングで豊岡市長選があって、まあ、現役だった、中貝市長がですね、まさかの落選ということになってですね、まあ、結構このなんだろうな、この日本の芸術の行方の中ではかなり、まあ、豊岡のね取り組みがどう地域を変えてどういうポテンシャルがあるのかっていう話をかなりね触れられていただけにね、ちょっと僕も予想してなかったんで本当に驚きましたね。うん、まだご覧になってない方とか、まあ、豊岡のことあまりご存じない方に一応お話をしておくと、もともとその城崎温泉という素晴らしい観光地に、コンベンションセンター、使われてなかったコンベンションセンターを、まあ、城崎国際アートセンターという、まあ、国際的なレジデンス施設に変えて、まあ、世界中からアーティストが来るようになって、それから、まあ、そこの芸術監督を長く務めてたんですけれども、豊岡市では今市内38の全ての小中学校で演劇教育を導入したりとか、それから、まあ、演劇祭も、まあ、去年コロナで客席半数にしましたけれども、延べ5000人、5000パックという非常に成功しました。経済波及効果も非常に大きかったですね。で、今年の4月には豊岡市に、まあ、日本で初めて、演劇やダンスの実技が本格的に学べる、国公立大学という触れ込みで、兵庫県立の芸術文化観光専門職大学ができたと。まあ、あと、中貝市長はそれ以外にも、ジェンダーギャップ解消の取り組みなんかでも、クローズアップ現代なんかも、つい先々週ですかね、流れましたので、ご覧になった方もいると思うんですけど、まあ、そのジェンダーギャップ解消も演劇も、まあ、要するに地方創生ですね、人口減少対策、まあ、私もずっと言ってきたことですけれども、要するにその人口減少対策、地方で、まあ、人口を増やすのに、雇用はもちろん一番大事なんだけれども、雇用だけではもう若い人は戻ってこないだろうと。で、要するにそれは昭和の政策なんですよね。高卒男子を囲い込む政策ですね。でそれは成功したわけですね。おそらく戦後の自民党政権がやった最も成功した事柄、要するに、出稼ぎ集団就職をなくした、で地方を豊かにしたっていうことですね。それはすごく成功したんだけれども、そこで今もう平成の30年間ほとんどそこで止まっていて、まあ、その間に、専門学校も含めた高卒の進学率が急速に上がって、でやっぱ決定打は
90年代に、女性の4年生大学への進学率が急上昇したっていうことですね。このカーブは男性よりもさらに早かったので、でそれに全く政治が追いついてなかった、地方行政が追いついてなかった。で、例えば豊岡でも人口の7割以上が1回外に出るんだけれども、男性は半分帰ってくるんだけど女性は 25% しか帰ってこない。これは当然少子化になるわけですよね。で、まあ、そこに中川市長気がついて、若者たちが帰ってくるような、まあ、魅力的な街を作ろう、それからジェンダーギャップのできるだけ少ない街を作ろうっていうのが、まあ、彼の施策で、まあ、それが非常に全国的に注目を集めてたんですが、まあ、その市長がこの4月の選挙で、落選をしたと、まあ、5選目を狙ったんですけど落選したということです。うん、これはびっくりしました。まあ、中貝市長自身がね、多分本当にあの地方自治 の適正な規模のサイズでの、まあ、地方振興っていうのはどういうのかっていうのは多分考えていて、その中でおそらくやっぱり彼がやった有名な施策が鳥ですよね。コウノトリのサイズ、コウノトリの、まあ、環境を整えることで、それが新しくまた地元の、ね、観光資源になってっていうので、それを成功させて、まず町づくりとしてはね、それが多分注目された。その流れでまたこの演劇、まあ、織田さんを、ディレクターにっていうことだったと思うんですけど、織田さんがこの城崎国際アートセンターに関わるようにね、なったきっかけもちょっと面白い。それはね、面白いかどうか、まあ、その大会議館というコンベンションセンターの、県から市への払い下げっていうのは決まってて、で、まあ、いわゆる典型的なお荷物施設なんで、もう潰して駐車場にするかとかって言ってたんだけれども、市長が、ある時なんかダンスや演劇のカンパニーに貸したらどうかって、まあ、言い出したらしいんですね。でその時にたまたま私全然関係ない文化講演会で豊岡市を初めて訪れて、でその時に担当者からですね、市長がこう言ってるんですけど見てくださいって言われて、で、まあ、連れてかれたんですね。で城崎の街並みは初めてお伺いしたんですけど、その時にそれも素晴らしくてびっくりしたんですけど、ただそのコンベンションセンターは非常に、まあ、古臭い典型的な公共施設の建物だったので、でこれはよほど頑張ればどうにかなるかもしれませんけど相当大変だと思いますよって言ったんですけど、まあ、その担当の方が自分でも市民ミュージカルとかやってる、演劇大師の方だったんで、市長にですね、平田先生が頑張れば大丈夫って言ってますよほど頑張れば、なんよほど頑張れ、まあ、まあ、ほぼ無理だよって言ってます一応だってこんなことになると思ったけど社交辞令でね無限に言うわけ、うん、でそれで、まあ、でも言ったことは言ったんで、そのリニューアル の諮問委員会の座長を引き受けまして、でその時に市長が僕の著作を何冊か集中的に読んで、でもさっき言ったその、まあ、面白い街を作るっていうことですよね。若者が帰ってこない原因は雇用以外のところにもあるんじゃないかっていうことを、まあ、彼非常に、まあ、なんかこうピンとくるとこがあって、で、まあそのまあ、城崎国際アートセンターの芸術監督になりました。これどうでしょう、まあ、どうしてもねこれ織田さん当事者中の当事者だし、まあ、中貝前市長にね、うん、巻き込まれた形になっているちょっとコメントとか評価とかが、ね、しづらいところもあるんでしょうけど、でも実際にやっぱり関わられたね、もうこの数年間、織田さんから見て中貝さんってどんな市長でした？それはね、まずね、おそらく今の、1700ぐらいある自治体の首長の中で最もプレゼンがうまいでしたね。特にコウノトリの話はね、みんな聞くと泣くんですよね。で実際にそのコウノトリ育むを込めて無農薬米をこう広げていくんですけど、まあ、トップセールスで海外なんかにも売り込みに行ったりして、今非常に海外でも高い値段で流通しているので、まあまあ、非常にセンスのいい首長だったと思いますけれど、どうなんでしょう、織田さん自身ね、なんだろう、
国政で言えばね、あの民主党政権の時にサインをやられていたっていうこともありましたし、まあ、多分折に触れね、あの政治家の人とはいろんな形で、まあ、首長も含めてあのお付き合いがあったと思うんですけれども、そういう中でもやっぱり中貝さんはちょっととの年齢な部分があったってことですか。そうですね、だからあの、まあ、中央の政治家とかの方でもやっぱり中貝さんには一目置いてる人いますしね、あの、まあ、そういう意味で非常に優れた政治家だったと思いますけど、ね、うん、先ほどね、あとあのジェンダーギャップの話が出て、まあ、あのそれは僕も愛知トリエンナーレでね、あの参加作家を半々にっていうことをやったんですけど、僕もあのそういう意味でのね、やっぱり、まあ、芸術や、まあ、演劇の世界がどうしてもジェンダーギャップがねまだまだあるっていうこと、多分この問題意識織田さんも感じてらっしゃったと思うんですけども、ちょっと僕がねやっぱ去年からあの今年にかけての人事で驚いたのが、まああのなんていうか平田織田色が強かったこの豊岡にやっぱりがもたらされたあのずっと芸術監督やられてたこの木下国際アートセンターの芸術監督を、はいはい、市原さと子さんにね、まだ本当に新進系 の、 あの若手演出家に、芸術監督に譲り、まあ、でそしてまた豊あの織田さんがフェスティバルディレクターとしてね始められた豊岡演劇祭、これも総合プロデューサー、あのこれも愛知にも関わっていた相馬千秋さんにということで、まあ、あのしかも、まあ、城崎国際アートセンターもあのいろんな、ね、人事が本当に女性に変わったと、はい、そうですね、まあ、これはあのアートセンターの前館長の田口さんが、まあ、あの発案というか、まあ、あの要するにそのジェンダーギャップ解消解消と言ってるけれども、アートのこう演劇祭の中記者会見とかやっても全部男ばっかりが並んでいて、まあ、おかしいじゃないかということで、まず自分から変わりたいということで、であのできれば次期館長は女性をということで相談を受けたんですね。で私自身はあの、大学の学長にもなりますので、あまりあの小さな市で住職をこう兼務してるっていうのは良くないと思ってたので、私も辞めようと思っていたので、あ、それはそうですね、それはいい機会なんで、じゃあ両方とも変えましょうということで、でまああの、たまたまあの館長の方はね、志賀玲子さんという、まあ、関西の、まあ、ダンスのプロデューサーではトップクラスの方が、あのちょっと知人の難病の介護でしばらく一線を離れてたんですけど、まあ、そろそろいいんじゃないかなと思ってお声掛けしたら、ぜひ、まあ、やりたいということで、から市原さんと、まあ、それからフェスティバルも増尾さんということで、非常にうまく、まあ、一つにはね、これ難しいところがあって、ジェンダーギャップ解消というんだけれども、例えば市役所の女性の管理職をいきなり増やすっていうのは職階上難しいですよね。やっぱり徐々にしか変わっていかないから、あの人事の系統っていうのは、それでもやっぱりトップが意思を持つと少しずつ変わっていくんだけれども、あの、まあ、変えやすいとこから変えていくっていうのは一つ大事なことで、そういった芸術監督とか、あ、総合プロデューサーっていうのは、あの職階と公務員の職階と関係ないので、まあ、そういうとこから変えていくっていうのも、まあ、あのよかできたことは良かったかなと思いますね。うん、はい、まあ、そういう取り組みをされていました。で、まあ、もう一つですね、あのこの芸術文化観光専門職大学、これもなんていうか、実はだからあの織田さんが豊岡で、まあ、街づくりにこの芸術演劇っていうものの一つ、あの中核に据えてっていう形で関わった後に出てきた、これはあの、ね、これは、まあ、専門職大学で新しい制度ができまして、ちょっと認可のスペックが普通の大学よりはあのハードルが低いことになってるんですね。例えばグラウンドとか体育館がいらないとか、そういうのがあるんですが、でこれなら誘致できるんじゃないかと、まあ、中貝前市長が考えて、で最初は田島に技術大学校って県立のものがあって、でそのものづくりと観光でって最初言ってたんです。ただまあ、ね、僕はちょっと相談を受けたんで、観光はまあコミュニケーションもあるので、だったらあのお手伝いはしますよみたいに言ってたんですけど、それも飛行機の中だったんですけどたまたまね、あの田島、コウノトリ田島空港って入り口から飛行機までちょっと歩くんですよね。で歩く間になんか中貝市長が、あのたまたま会ったんですよ、その日。
で、その専門職大学って制度ができるんで、これ誘致したいと思ってるんですって、へーって聞いてたんですよ。で、乗ったら隣の席だったんですよ。おで、伊丹まで25分なんですけど、で、プラス25分その話をしてて、で、まあ観光とものづくりですかねってか、ああって言って、でもまあ観光だったらコミュニケーションも入るから、なんか、あの、一コマぐらいお手伝いし、非常勤でお手伝いしますよみたいな話だったんだけど、その時にね、僕ポロッとね、あの世間話、一般的な世間話として、日本では演劇やダンスが本格的に学べる国立大学はないんです、まあ、僕大阪大学と東京芸大の教員でしたから、でそういう本格的な大学はないんですと。で、これは世界の標準からするとすごく恥ずかしいことなので、私としてはもしそういう学部ができたら、そっちに移りたい、まあ、引っ越したいと思ってるっていうの話をしちゃったんです。おー。だからね、その数日後にね、中貝前市長が移動、兵庫県知事と会って、でも平田さんがこういうふうに言ってると言ったら、兵庫県知事、じゃあもうアートで行きましょうと。観光とアートで。やっぱり特色がないと思う、今。まあ、移動さんっていうのはやっぱりそういうセンスはね、すごくある。政治家なので、相当特色を持たせないと今時大学作るんだったら、まあ、学生来ないだろうということで、で、まあ、城崎国際アートセンターがさっき言ったように、県の施設の払い下げの成功例だったので、井戸知事がすごくそれを評価してくださってて、いろんなところで喋ってたもんですから、私のこともよくご存知で、まあ、何度かお目にかかったりもしてたので、で、それでその時4年前の県知事選の公約に、まあ、田島に国際アートセンターとも連携した観光とアートの専門職大学っていうのが、まあ、公約に入ってですね、それからまあ走り出したんですけど、うん、だからそれで最初は学長とは思ってなくて、まあ、副学長ぐらいにしといてくださいって言ったんですけど、まあ、学長を、まあ、学長を引き受けるなら演劇のコースもやれるという半ば条件だったので、うん、まあ、でもこれはお引き受けして後で良かったと思いました。やっぱり大学3年ぐらいで作るっていうのは本当に大変な仕事なので。そうですよね、うん、やっぱり誰かが体張って作らないとできないんですよ、こういう組織は、うん、まあ、そういう意味では、まあ、あともうゼロベースで最初からその組織とか、それこそ校舎の設計から全部関わらせていただけたので、まあ、大変良かったかなと思いますけどね、うん、まあ、その結果これもう本格的に関わるということで、はい、織田さんも、豊岡市に移住して。そうですね、織田さんだけでなく劇団ごと移住するという、ね、それはね、まず順番で言うと学長に就任するってなって、学長はさすがにずっといなきゃいけないから、じゃあもう引っ越しますってなって、僕が引っ越すとなると劇団も引っ越してこないと、うん、解散するか引っ越すかしか選択肢がないので、うん、まあ、ちょっと解散するのはまだちょっと嫌だなと思って、で引っ越すことになって、で稽古場を探してたんですよ。で私たちはまあ国内外で劇団の方は活動してるから、生産拠点はどこにあってもいいんですよね、うん、演劇の生産地と消費地がそんな近くなくてもいいので、うん、全国公演したりするわけですから。で稽古場を探してたんですけど、でそれいくつか施設を見せていただいた中で、まあ、今ちょうどここ事務所なんですけど、一市五町が合併した大きな市なんですが、旧日高町の町役場で合併後は商工会館として使われてたところが、まあ、空いてて非常に素晴らしい建物だったので、あ、これだったらば稽古場よりもきちんと劇場にして活用できるんじゃないかということで、まあ、その土地と建物を市から買い取って、うちがで民間で、まあ、経産省の補助金は取れたので、それで劇場を作りました。うん、茨城下半劇場という。うん、なるほど。これちょうどね、まあ、本を作っていた対談をしてた時にはまだこの4月からね、この芸術文化観光専攻の開学ってできてなかったので、開学してなかったんで、この4月から開学っていうことなんですけれども、はいはい、
どうでしょうか、まあ、コロナでね、いろいろ大変なところですけど、はいはいはい、この開学してから3ヶ月、手応えとかいかがですか。はい、コロナで、認可が普通8月に降りるんですけど、新設のは、それが10月になっちゃったんで、認可申請が降りないとなかなか大っぴらに広報活動ができないんですよ。だって認可降りない大学も 今は結構あるの で、生徒募集だけしてたらダメなので、結構厳しい規定があるんですよ。文科省が定めたここまでは広報していいですよみたいな。なので、まあ、とても大変だったんですけど、広報活動のスタートが遅れたので、まあ、しかし推薦入試が 4.8 倍、英語入試は11倍、一般入試も5倍ぐらいですね。平均で 7.8 倍という非常に高い倍率で、この間初めて偏差値も出たんですけど、相当高い偏差、ちょっと私たちからすると高すぎるなというぐらいの高い偏差値も出まして、まあ、あと全国から学生が集まりましたね。志願出願がなかった県が、3県しかないという、本当に全国からまんべんなく受験者がいました。なんかね、まあ、チャットを見ているとね、この専門職大学とかって就職あるのかみたいな、ね、そういう疑問もあるんですけど、これは多分ほとんど心配しなくていいというか、観光と組み合わせたとこがヒットしたところで、観光業っていうのは、まあ、今コロナで大変なんですけど、まあ、特に城崎は慢性的な人手不足なので、まあ、ものすごく地域からは期待されてますね。城崎の、まあ、老舗旅館さんなんかからも、もう幹部候補生としてもうぜひ採用したいと今からおっしゃっていただいているので全くそれはその心配はないです。いや、あとあれですよね、こういうなんだ特色のある大学を地域に作って、それが地域活性化にもなるし、実際就職にも すごくいいっていうのだと、はい、大分にあるね、APU、 そうですね、はい、はい、APU なんか、まあ、多分偏差値的にはまあ多分55とか、いや、あそこもっと高いと思います。そうか、じゃあもうだいぶ上がってるんですね、はい、で、まあ要するによほど特色を持たせないと、まあ、地域の大学って生き残っていけないんですけど、うん、逆に言うと、まあ、うちのように、まあ、ちっちゃな大学で、まあ、僕は大きな隙間と呼んでるんですけど、アートと観光が学べる大学って今までないんですよね。なかったんです、日本の中で。でそれはやっぱりその実はすごく親和性の高い分野なので、まあ、これから特に日本の観光業はナイトカルチャーとかナイトアミューズメントをしっかりやっていかないと、まあ、インバウンドのリピーターが来ないってこともみんな分かっていることなので、まあ、そこがまあヒットしたっていうことですね。そうですよね。だから実際 APU 僕もね、何度かゲストで行って、学生なんかで話すと本当に個性あふれる学生ってるし、で実際にあそこの卒業生がやっぱり別府の再生を支えてますでしょ。そう、要するに結構日本全国から来て、まあ、別府の街が気に入って、そのままそこに居行く、ね、学生も多いんですよね。留学生もすごいですもんね。だからもう成功例もあるので、まあ、そこにアートという新しい要素を加えたっていうのが、まあとりあえず滑り出しとしてはヒットしました。まあ、あと本当にね、 APU の学生とかで普通に博報堂とか電通とか、ね、そうですね、はい、おそらくうちも3割はその、まあ、今採用控えてらっしゃいますけど、 JAL さんとか ANA さんとか JTB さんとか、楽天トラベルさんとか、まあ、そういうところ行くんじゃないかなと思います。いわゆるね、広告会社っていわゆるテレビとか新聞の広告作ってるだけじゃなくて、もう全国のイベントを支えてる広告会社なので、僕はまただろうなって感じですよね。はい、よく説明するのは、まあ、大きなホテルさんも、もう本当に老舗のホテル、東京や大阪の老舗のホテルさんもインターン先になってるんですけど、まあ、例えばそういうとこ就職するとしても、ホテルの収益の半分は宴会とかイベントですよね。で、その時に照明とか音響がちゃんとこう技術として知ってたりとか、あるいは空間デザインができたりすると、まあ、全然違いますよね、パーティーの。そのなんていうか精度というかクオリティが。でそういう、まあ、ホテルマンとか、まあ、それからその、まあ、僕はよく説明してきたのは、フロントマンではなくてコンシェルジュを養成するんだと。専門職大学なの でコンシェルジュ、一流ホテルのコンシェルジュっていうのは、まあ、歴史はもちろんですけど、文化人類学とか、まあ、例えば地学とかですね、そういう知識まであって、それからロンドンとかニューヨーク の一流ホテルのコンシェルジュっても電話一本でブロードウェイのチケットとか抑えられるようなネットワークも持ってるし、当然自分で
人気のミュージカルとか美術展とか全部ちゃんと見てるわけですよね。僕は観光っていうのは究極のリベラルアーツだと思っているので、そういう教養を持った観光業界の人材を育成したいっていうことですね。なんかね、チャットを見ていたら、やっぱりでもそういう税金の使い道っていうところで、税金は芸術より市民生活に使うべきでしょっていうツッコミがあったんですけど、それに対してまた別のチャットで、なるほどと思ったのがですね、このEPUの事例、別府在住の友人の話だと、大学誘致した後税収がアップして結果福祉が良くなったそうですっていう波及効果が大きいんですよね。大学の誘致はもう地方創生の、これ東京とか大阪の方になかなかイメージできないと思うんですが、もう地方創生の最後の切り札なんですよね。要するに、豊岡なんかだと8万人を切ってるわけです、人口は。で、1年間に生まれる子どもの数はもう600人を切ってます。で、その中の7割8割が外に出てっちゃうんで、19歳人口って200人ぐらいしかいないわけです。でここに毎年80人入ってくるわけですね。うん、大きなインパクトで、で、大体、直接的な、直接的な経済波及効果だけで年間5億と言われています。で、税収も当然増えますよね。で、4割が、もし学生の4割が残ってくれると、相当人口減少のカーブが緩やかになるということなんですよね。で、地方交付税っていうのは基本的には人口に比例しますから、で、うちの大学生はできるだけ住民票を移すことを奨励しているので、これ選挙権の問題もあって、政治参加はとても今の大学生にとって大事な課題ですから、できれば、保護者の同意を得て住民票は移してくださいと学生にも言ってるんですけど、そうすると地方交付税も増えますね。それから当然消費も増える。それから例えばアルバイトが、どこも今地方は人手不足で、人手がなくて業務拡張できないっていうところがあるので、アルバイトの人材も増えるってことで、実は大学というのは非常に経済波及効果大きいんですよね。それともね、関わる話で、まさに僕がこの日本の芸術の行方の、前書き初めにで書いたことなんですよね。この2019年にこの木の瀬国際アートセンターで滞在制作された、市原さと子さんのバックスの診療が、これ演劇界で、多分一番知名度のある演劇界の芥川賞って言われる岸田國士賞を、受賞して、そしてまた去年の秋にはね、この、コロナの中ででも万全な感染症対策を講じて行った豊岡演劇祭もこれ成功して、豊岡市7500万の経済効果をもたらして、かなりね、これ日経新聞とか地元紙なんかでも高い評価も得ていって、好意的にも受け止められて、そしてそれを実現したね、中貝市長に対する評価、そしてまた井戸知事のバックアップもあって、そしてこの芸術文化観光専門職大学が作る、つまりだから本当にいい芸術が生まれるハードウェアですよね、木の先国際アートセンターとかがあって、でもそのソフトを生み出すハード、そしてそこで何よりも地域に貢献できる人材を育てる仕組みのソフトというのが、今回大学がねできたことで、ようやくいろんなものが一揃えできて、一段上のね文化行政に、これから豊岡市は豊岡市の本当に文化行政が大学改革で楽しみになるかなという矢先の出来事で、演劇の街なんかいらないっていったね、新しい市長がですね当選してしまったというですね、そういうことでもあったというね。税金のことも少しだけご説明しておくと、豊岡演劇祭というのは豊岡市の本体予算は一切使ってないんですね。厳密に言うと十数万円とかなんです。昨年度で5、6千万円、今年は1億円近い総予算ですけれども、ふるさと納税、演劇の町を主目的にしたふるさと納税、他に使ってはいけない目的を限定するふるさと納税をが1億円以上集まって、でその中の数千万円を原資にして、そこに地方創生の予算という、国からのいわば競争的資金ですね、アイデアを出すと
地方創生の予算というのは内閣府でつくんですけれども、でこのまあ演劇のまちづくりというアイデアがまあ非常にあのヒットして、で地方創生の予算をつけてもらってあの行っているので、で、今おっしゃっていただいたように、まあ、その大半は地元の宿泊業とか飲食に直接落ちるので非常に経済波及効果が高い、まあ、僕はよく言うんですけど、あの、まあ、演劇人とかダンサーとか酔い越しの銭は持たない人々なので、だいたいそこで、まあ、もちろん泊まるのは当たり前ですし飲み食いも全部しますから、要するにあの原材料費が普通の公共事業と違って原材料費が人ですから、そこにお金払うとそこで消費しますから、実は非常に上昇効果の高い公共事業になってきてるんですね今。で、まあ、しかもそのコロナで宿泊業が非常に厳しかった昨年の秋に、まあ、それだけのお金が落ちたと。でもう一つこの文化観光と、まあ広い意味で言いますけれども、文化観光の強みは例えば豊岡ですと観光っていうのは、夏の海水浴とか、冬のカニとスキーとかっていうふうにどうしてもシーズン限定になってしまうんですけど、文化観光はそのボトムの部分を埋められるんですね。だから9月に演劇祭をやったのは、9月に演劇祭をやったのはそのボトムのところを埋める形で、で観光業にとってはこの通年集客っていうのが最大の課題なんです。要するに日本の観光業ってあとはゴールデンウィークとお盆が2集中的にお客さんが来るんですけど、それだとまず企業が努力しなくなっちゃうんですよね。ほっといてもみんな来るから。でそこで民宿とかも1年やっていけるようなビジネスモデルになってて、でも通年集客ができるようになるとビジネスモデルが変わって、で通年集客ができれば通年雇用ができていい人材が観光業に入ってくるっていうのが日本の観光業の最大の課題なんです。だから文化観光を育ててボトムを埋めていくようなことがとても大事になってくるんですね。人のためにある程度税金を投入したとしてもそれは十分回収できる。で実際に去年も回収してるっていうことなんですね。そのことはまあ一つ、これね、だからまあそのさっきのね、この税金って芸術よりも市民生活に使うべきでしょうっていうことも多分それ回答で、これ本の中でもね結構詳しく話してますけど、そうあのアートへの投資、税金の文化事業ってコストパフォーマンスが異様にいいんですよね。あのそうなんです。だから何かね、あのこれ要するに芸術家を保護してるっていう感覚がまだ日本の多くの方にはあると思うんですけど、別に保護されてるわけじゃなくって、あの公共事業を請け負ってるだけなんで、あの公共事業であの橋とかを作る建設業の方たちを市民の方たちは保護してるとは思わないでしょ、うん、同じなんですけど、あのまだそういう感覚が日本ではちょっと育ってないっていうことですね。まあ、でもまさにその感覚があるからどうしても、まあ、この本のねあの主要なテーマでもあるんですけれども、まあ、芸術に対して芸術をこの税金の無駄遣いだっていうふうに攻撃する政治家っていうのがね、どうしてもここ10年15年ぐらい今目立つようになって、そこに票が集まるようになったっていう、そういう流れでね今回の選挙っていうのもあったと思うんですけれども、やっぱね、この間僕ちょっとやっぱあの報道でね驚いたのが、まあ新しくこの新しい新豊岡市長が4月にねこの選挙の市長選告示の前の公開討論会で、まあ、織田さんがやられてたこのコンテンポラリーダンスのせいでこの市民のホール利用が妨げられたっていうことを言って、まあ、要するにこの演劇に中貝さんが過度に肩入れして税金も無駄遣いをしていることで市民の普通のそういうホール利用もできなくなってるっていう、これまあ結局あの事実ではなかったっていうことで当選した後の議会で問いただされてね訂正しますって言って、でそれで演劇の街なんかいらないって言ってね当選したっていうことで、まあちょっとね当事者としてちょっとコメントしづらい部分もあるかもしれないですけど、どうこれあの直接ね申し上げたというか言いましたけど、はい、まず私はあの公立大学の学長、まあ、教員なので、まあ、私ずっと大阪大学の教員やってましたので、あの国公立の教員というのは選挙期間、実質的な選挙期間に入った段階で、メールが届いてですね、特定の政党や特定の候補者を支持するような発言は慎むようにというのが来るんです、必ず、うん、でまして学長なのでそういう発言はできないわけですね。で、これは
正直言って本当に困りました。明らかなフェイクニュースを流されたんだけれども、そのことについてその時点では、反論ができない立場に置かれてしまったということですね。でこれは、ちょっと本当になんていうか、きちんと検証したり、議論をする人があると思うんですけど、明らかなフェイクの場合にはそれを言ってもよかったのかもしれないですが、そういうことをおそらく想定してないですよね。要するに対立候補への、誹謗中傷ではなくて、私一応豊岡市人口8万人の小さな市の、公立大学の学長という、比較的大きな公職の立場ある人間を、攻撃するというようなことは、普通はしないですよね、候補者は。それは多分初めてのケースだったんじゃないかと思うんですね、日本の実際の選挙の。それはジャーナリズムも多分困ったと思うんですけど、で、当選なさった後に、これからやっぱり県立の大学の学長として地元自治体とはうまくやっていかなきゃいけないので、事実に反する部分についてはきちんと調査をして、訂正をしてくださいというふうに、申し入れをして、この間の議会で、私にまだ直接来てないんですけど、この間の議会で事実に反していたというふうに、表明をなさったということですね。でもね、これって選挙結果って巻き戻すことができないですよね。そうですね。辞任を取るとは一体みたいな感じありますよね。これから、ここから先はジャーナリズムの仕事かなと思いますけどね。まだいくつか案件が残っているので、そのファクトチェックみたいなものをどうするのかってことはあるかと思います。それと、やはりそのフェイクニュースによって投票なさった方たちがいるので、私は謝罪は要求してないんですけど、市民の皆さんには謝罪した方がいいんじゃないかなとは思いますけど、個人的にはですね。豊岡市長選という、ある種のね、一地方選の問題というよりももう少し多分話をね広げて考えると、この本でもね多分結構途中議論になった、やっぱりここ 5,6 年、フェイクニュースが跋扈するようになって民主主義のプロセス自体が、歪められて、そこにやっぱりすごく芸術というものがある種利用されるようになってきてる、もう一言で言うとトランプ現象的な、トランプ的なものの中に位置づけられるのかなと思うんですけどね。はい、そうですね。それは全くその通りで、ちょっと長い説明になりますけれども、要するに欧米の、極右と言われる、集団なり政党というのの主な主張は、移民が来たことによって、私たちの職が奪われたっていうのが、伝統的な極右の主張ですよね。でそれが年々、拡大していった。でそれが例えばフランスの場合には今非常にソフトな形で広がっていってるし、トランプの場合にはすごくなんというかフェイクを連発することでそれが広がっていたわけですけれども、豊岡で起こったことというのは演劇というものが入ってきたおかげで補助金が減らされたというフェイクを流されたんです。でこれはとてもやっぱり象徴的なことで、ある種日本の自治体の選挙で多分初めてのことだと思うんですよね。で日本にはそんなに大きな移民の問題が塊としてはまだ起こっていないからいないんだけれども、潜在的にはもちろんたくさんの問題があるんですけどね。でそれがこういう形で現れたというふうに僕は捉えた方がいいと思っていて、だから演劇の問題ではないんですよ実は。なるほどね。でもしこういうことがで問題はそれが要するに全く悪気なく行われてるってこと。これが根が深いところなんですよ。でインターネット上で演劇の悪口を書くような方とか、出ていけみたいな、明らかにヘイト
スピーチに近いものを書く方もいらっしゃるんだけど、全く悪気がないんですよね。うん、で、そこがやっぱり、非常に問題としては根が深いんだろうなと思います。うん、で、だからそういう意味では非常に象徴的な設計になってしまったということ。うん、僕でもそのね、もちろんそういうここ、そうですね、まあ一言で雑白に言えば、そのここ 5,6 年のポピュリズム的なものの、そのポピュリズムの中でのまあいろんなある種その中からまあ選挙のね、このアドバイスをするようなこういうコーディネーターの人たちもある種いいところね、そういうのをつまみ食いしてテクニカルにね、そういう脆弱性みたいなのをね、つくっていうのが増えているっていうことの問題でもあるんでしょうね。はい、やっぱりコロナのことも原因としてはあったと思います。やっぱりみんな心がちょっとささくれだったりイラついてるし、現状に満足してる人なんていうのは少数派であって、何か不満は皆さん持ってらっしゃるし、それは当たり前のことだと思うんですね。で、コロナっていうのは非常に不条理な伝染病なので、どんな対応をしたところで行政は批判される。だから現職不利っていうところがありますよね、今は。で、うちの近くの自治体でも市民全員に1人当たり5万円配りますという市長が当選をして、で、これ後でできなくて、2万円の商品券にすると言って、それも市議会で否決されて、うん、ということがやはり同じ兵庫県の中で起こってるんですけれども、で、その時もその、まあ、その今選ばれた市長の方は、選挙戦に入ってからいきなりそれを言い出したのかな、うん、だけど、そのチラシは全部用意なさってたので、うん、まあ、前に印刷してるわけですよね。うん、要するにもう短期決戦に持ち込んで、現職の側がそんなことできませんということを理論的に反論する機会を与えない作戦に出たわけですよね。で、まあ、今回の、まあ、豊岡市長選も、まあ、非常に短期決戦でそういう話が出た。先ほど言ったように、例えば演劇祭というのは市の予算を使ってないので、で、それはね、当選をなさった後に、今の市長が当選をなさった後に、市の負担を軽減して演劇祭を実施というふうに、またインタビューに答えられたわけです。最初はまあ演劇祭、まあ、やらないぐらいの勢いだったんですけど、で、まあ、しかし精査をすると、市の負担がもともとないので減額できないんですよね。で、まあ、そのことにはお気づきになってというか、まあ、市長になるとみんなブリーフィングを受けますから、役人から。で、それはだから付け替えられる予算はないわけですよ。で、今の、まあ、新市長は、子どもの、医療費3歳まで無償化っていうのを、まあ、ワンイシューの公約で、当選なさったので、まあ、財源はどっかから持ってこなきゃいけないんですけど、その財源は簡単に付け替えられるものではない。行政の仕組みってそうになってませんし、いわゆる記載債権を発行する、それを理由に債権発行することもできない。だからどっかを削るか、あるいは増税するしかないんですよね。でも、その仕組みを市民の方に説明するのはすごく時間がかかるし、納得してもらう、うん、それよりは短期決戦でワンイシューの方がそれは票を集めるっていうのが今の全国に起こっている現象です。まあ、なんかね、それを伺うと、なんかブリグジットなんかもね、本当に思い出起こせるみたいだし、だからなんか本来であればね、要するに、まあ、税金が演劇に無駄に使われていた、それを付け替えることで市民サービスや福祉を充実させるんだって言ってたのが、まあ、そもそも付け替える予算がないから市民サービスや福祉が充実するどころか、むしろこの演劇祭っていうのがね、これから認知されていく過程で、いわゆる外貨ですよね、外から来た観光交流人口の増加で地元でお金を落としてくれたりっていう、ね、収入になることで、そこで税収が増えてサービスをやるっていう、まあ、貴重な可能性を今ねスポイルしようとしてるっていう話ですからね。まあ、これ2つポイントがあってですね、要するにその、まあ、うちの劇団とかが補助金を得たために、市の補助金を得たために、市民の文化団体の補助金が減ってるっていうこともおっしゃったんですけど、選挙期間中に、そもそも、私たちの劇団は補助金はもらってないんですね。ひどい。 いやだって補助金っていうのは、要するに日本舞踊のサークルの方とか、
絵画のサークルの方とか、そういう趣味の市民活文化活動に出すものなので、あの私たちはそういう活動をしているわけではないので、で、そのでしかも、豊岡市の市民団体に配る補助金は減ってないんですよ。まずその段階でまず事実関係が違うんですけど、でそれと市町村合併前から続いていたいろんな神鍋マラソンとか着物祭りとかっていうのが中止になってって、これはまあ中止になった理由はそれぞれあると思うんですけど、でそれも別に僕が関与するようなことではないんですよ、関係のないイベントだから。それと私たちが受け負ってさっき言った事業ですね、よそからお金を持ってくるために私たちが請け負ってる事業とか多分混同なさっていて、なるほどね。でもその根底には先ほど来話題になっている、要するに文化芸術というのはあの市がパトロンになってお金を出してあげてるんだっていう感覚が多分根底としてあるから、多分そういう錯覚が、まあ、起こってしまうんじゃないかっていうことなんですよね。これでもね、やっぱり、まあ、市長選の話からもう少しねちょっと展開していくと、まあ、市長選の話ってやっぱり象徴的だなと思うのが、この本でもね結構どうこの文化芸術を文化政策に位置づけてサステナブルにしていくかっていうことを結構議論してるんですけど、やっぱりねこの市長選のこの結果って今日本の文化事業が抱えてるなんか本質的な問題、構造問題についてるところがあると思うんですよね。なんか何まあ、具体的に何かっていうと、つまり文化事業っていうのが市長のある種思いつきで、ね、あの攻撃されたり殴られたりみたいなね、これよく日本のとりわけ地方自治で起きることなんですけど、やっぱりその現職に対して勝つのって相当難しいんですよね。地方自治ってやっぱりもう4000、5000っていうか当たり前で、まあ、さっきねあのコロナの話ありましたけど、実は東日本大震災の被災自治体も結構現職が落ちたんですよね、あの震災の後って。それはまさにそういう不満とかはねもう選挙で表すしかないからっていうので、まあ、結構評価の高い市長が落ちてみたいなことは実は震災の時にもあったんですけど、で、まあ、問題はそれによって新人が現職に勝つためにはやっぱり現職のやってることを真っ向から否定するっていうのがまあ定石的なものになっていて、そうするとその方が市長になるとこんなものやめるっていうのが、まあ、すごく分かりやすくて、かつ実際それによって割と評価も高くて続いていたような文化事業が首長変わることでやめられてしまうっていうことがあるんですよね。でこれがだからつまりでも外じゃ海外のいわゆる 文化芸術振興でやっているような、例えばまあ芸術祭で言えばベネチア・ビエンナーレなんていうのとか、まあ、ドクメンタとかいろんなものが有名ですけど、ああいうものは要するに市長の思いつきによって続けたり続けられなかったりみたいなことはないように、もう財団化してしまって、あるいは条例だとか要するにその法律その地方のためのもう仕組みを作ってしまって、政治家政治家がトップが変わってもそこから影響を受けないように継続するような仕組みがなっているんですけど、日本ってね本当はそういうような形で継続するようなものがほとんど多分ないので、そうですね、これは両方、まあ、アーティストの側にもアートに関わる側にも責任があって、まあ、要するにその90年代までの文化政策っていうのはアーティストの側もまあ貧乏だからお金をくれみたいな、まあ、せいぜい意識的な方でも海外ではこんなに出してるぞぐらいの感じで、要するになぜそれがその市民県民国民の利益になるのかってことをきちんと説明してこなかったってことですよね。で、まあ、そういうアーティストの側にも多少の責任はあるかなと思います。であとはやっぱりその政権交代がある国では何らかの形で政権が交代しても、まあ、文化政策っていうのは持続する、まあ、教育政策と同じですよね。ある程度の持続性がないと現場が大混乱に陥るので、まあ、道路とかねそういうものっていうのは継続性が担保しやすいんだけれども、教育とか文化っていうのは一見変えやすいから、でも変えると現場が大混乱しちゃうわけですよね。美術展とか3年5年かけて用意してるのが政権が変わったからできないとか、内容変えろみたいなね、買い取りみたいなことが起こると困るので、まあそのアーツカウンシルのような独立した機関を作って、まあ、継続性を担保する。政権交代が起こっても、それはもちろん全く影響を受けないわけじゃないけれども、その影響を緩やかにするっていうのが、欧米の文化政策のまあ基本なんですけどね。
これだからね、あの文化事業としてのね、この豊岡演劇祭っていうのは、まあ、この今後市長の判断以下でね、もしかしたら規模の縮小なんかもありえるのかもしれないですけど、まあ、まあ不幸中の幸いだったなと思ったのが、あの一旦ねやっぱり大学って開学したらすぐに潰すなんてできないですし、いやまあこれ県立大学ですから、そうなんですよ、そうなんですよ、県立大学がやっぱあそこにできたっていうことがね、まあ、財団ではないけれども、まあ、受け皿としてね、これはもうサステナブルな仕組みとしてそれが残ったというのは、まあ、あの不幸中の幸いだったのかなというのは思いましたね。まあ、あの演劇祭もその繰り返しになりますけど、経済波及効果が非常にはっきりしているので、まあ、観光業の皆さんから非常に支援をしていただいているので、まあ、あの継続できると思っています。はい、という形、まあ、どうしてもね、あの選挙のことをね語ってしまうと、あの長くなってしまうところもあるんですけれども、やっぱりね、あの文化政策についてね、これ、本の内容の紹介をすると、まず一章が文化芸術と社会、まあ、要するに社会でね、要するに政治から、まあ、このなんで攻撃されるようになってしまったんだろうというところの読み解きから、まあ、そしてあの第2章ではあの日本の文化政策ということで、まあ、いろいろ、まあ、海外との比較も含めた、文化政策についての議論をしてます。そして、それがね、実はあの3章では、でもこういう行政の自治体の文化事業とかがより効果を発揮しやすいのは地方だよねと、まあ、まあこれは本当にあの織田さんが多分本当に地方にこそ可能性があるということをよくおっしゃられていて、まあ、そこはこれは本当になんていうか、アートに興味がある人だけじゃなくて、地方自治体のね、あの公務員の方とか、あるいはもうそういう地方創生にかかってる人、みんなに3章は読んでもらいたいなということが書かれていて、で、まあ、4章は相取りの騒動をね振り返るっていう、まあ、僕が中心に話しつつ、最後コロナで締めるっていうですね、まあ、結構なんていうか振り返ってみてもだいぶあの幅広いね内容で論じてますよね。まあ、ことがアート文化なので当然広範囲にあのならざるを得ないですね。あのやっぱりその社会的な背景とかによって、あるいは歴史性なんかによって各国とも文化政策が違ってきて当然なので、まあ、まだ日本は そこまでも行ってないっていうところありますので、まあ、そのいろんなことを経験しながら、あ少しでもね、いい文化国家に なっていくといいなと思います。これでもね、なんか改めてこの、まあ、相取り騒動もそうだったですし、まあ、豊岡市長選も含めて、まあ、ここ数年本当に、ね、文化芸術に対して、まあ、コロナが、ね、もちろん最大だとは思うんですけれども、まあ、逆風、まあ、逆風というどころか本当に嵐台風みたいなものが訪れてきているっていうような状況でもあるとは思うんですけれども、ただそんな中で、まあ、無理やりなんだろうな、明るく見ると、今までどうしても要するに芸文化芸術が軽んじられてきたっていうことと無関係でないと思ってて、それ軽んじられていったことに比べると、こういう形で、まあ、ある種の攻撃対象でも光が当たることによって、ポジティブになるんじゃないかなっていうところもあると思うんです。そうなんです。あのまあ、別にポジティブな要素は何もないけれども、あの日本で初めて日本で初めて演劇が選挙の争点になったんです。確かにね、そうですよね。僕もびっくりした。びっくりしました。いや僕もね、それも、まあ、自分でやってて言うのもあれなんですけど、あの愛知トリエンナーレの時にね、まあなんていうか、もう僕も NHK のね9時のニュースで自分がトップに、あの会見で出るなんて思ってもなかったし、あとまあね、新聞の一面に僕の顔が載ってみたいなのもあって、あと一番ね驚いたのは、名古屋で、まあ、中華料理屋さんに入って行ったりとかしたら、まあ、夕方にあの在明テレビのニュースがあるじゃないですか。で、あのニュースで、まあ、やっぱ相取りのことはずっと報道していて、あの8月の中旬ぐらいですかね、8月の中旬ぐらいに、まあ、まず最初に韓国人のアーティスト2人が、抗議の意味でボイコットをして、展示のボイコットをして、その後、まあ、ラテンアメリカ系のアーティストが中心になって、まあ、10組ぐらいまたあのボイコットをしたんですね。で、日本人はボイコットしないのかみたいな話もあったんですけど、まあ、その後あの日本人アーティストで初めてボイコットしたのが田中聖さん でその時に夕方のニュースで田中聖さんがボイコットっていうのが作品と同時に出て、夕方のニュースで現代美術、現代アートの作家の名前が出て、こんなニュースになるんだっていうですね、なんかその不思議な驚きみたいなのがねあって、まあそれだけある意味なんかちょっとね、
いい意味でも悪い意味でも社会現象になってしまったなっていうのはあったんですよね。名古屋市長選と豊岡市長選同じ日だったんですよ、確か。あ、そうですよね。そうそう。そして、まあ、どちらもポピュリストが勝つみたいな、なんかそういうのがありましたし、まあ、その後ね、この本では触れてもいないですけど、愛知ではね、リコール不正署名騒動なんていうのもありましたよね。もうなんかね、もうコメントするのもバカバカしいんですけど、あの騒動とはどうご覧になってました？だから、その、いろいろな、まあ、これ実はね、この本の冒頭でもね、やっぱりその背景に反知性主義っていうものがあるんじゃないかと。要するにフェイクというものとそれは表裏一体になってますよね。いろんな偽情報のようなものを、まあ、かつてだったらば政治家とかは、まあ、思ってても言わないとか、一応確かめるとかっていうことがあったと思うんですけれども、まあ、これがちょっとタガが外れてしまっているっていうところがあると思うんですよね。で、それのまあ一番先鋭的な形がトランプさんだったと思うので、まあ、僕はそことはつながってると思います、リコールのね。だからまさかあんなこと起こると誰も思ってなかったじゃないですか。漫画みたいなことそうですよね。そして漫画のように雑だったというかね、うん、あんなにっていう。だからそれはトランプさんの時もみんなまさかっていうことが起こってくるわけで、ね、で、まあ、まあ一応いろいろこう右に行ったり左に行ったりするのは別に健全なことで、まだその修正機能は日本社会にはあると思ってるんですけど、何かのきっかけでそのファシズムみたいなものっていうのは何かのきっかけで暴走してしまうので、まあ、常にチェックはしない、うん、だからね、多分、まあ、そのお話で言うと今年のね、もうまだね半年しか経ってないわけですけれども、今年の冒頭はまだトランプ大統領だったわけで、そのトランプ大統領が退任間近に陰謀論を真に受けて議事堂を襲撃するっていうね、ああいうことが起こってて、なんかね本当に映画のようなね、そんなことが起きてしまっているし、まあそこからのね、まあ、アメリカを見てるとね、そこからやっぱりちゃんと反動もあってね、きちんと民主主義的なプロセスを回復していこうっていうのが出てきたりもしているんですが、まあ、日本の場合はなんかもう全国にそういうプチントランプみたいな人がね少しずつ増えていっていって、なかなかその反動が起きないみたいなのがありますよね。これが繰り返しになりますけど、非常に日本的なところで、これはもう良きにつけ悪しきにつけなんだけれども、非常にぬるい形で起こりますから、トランプさんみたいにはならないんですよね。で、先ほども言ったようにそのやってる側もその罪悪感は全くないっていうことですね。海外から見るとね、むしろ安倍前首相の長期政権があるとき、これもね、左派リベラルの側から見ると安倍さんはポピュリズムだっていうふうに断じる人もいると思うんですけど、むしろ国際的に見るとあれはポピュリズムではなくて、なんで日本はこんな世界中がポピュリストに占権されているのに日本はポピュリズムに強いんだなんていうね、そんな分析がねあったりとかね、するので、でもそれはまさに織田さんおっしゃったぬるさとすごく近いところありますよね。で、その、ぬるさというか誰がやったのかもよくわからないっていうのが、日本の、過去の歴史でも非常に危険なことなので、それは私たちはやっぱりきちんと検証していかなきゃいけないということです、その際に科学とか学術の役割非常に大きくて、だから学術会議の問題も大きいんですけど、その点でいうと今回また繰り返しになりますけれども、実はそのこれもうちょっとやっぱりジャーナリズムをきちんと書いてもらいたいんですけど、一応私なんかそう見えないからかもしれないけど、一応大学の学長なんで、その学術機関の長をこういう形で攻撃するっていうのは、やはり、自分のことだから言いにくいんですけど、要するに反論のできない立場、しかもその期間、その瞬間ですね、反論のできない学術の長を個人的に攻撃するっていうのは、ちょっとちょっとルール違反なんじゃないのっていう感じはあるんです。そこは本当にね、全国紙もそうですし、とりわけローカル紙、神戸新聞にはね、
まあ、頑張ってほしいなっていうふうに思うところもありますけれども、でもどうなんでしょう、今の市長がどうこうということの問題ではないんです。そうでしょうね、新しい市長もそれほどその悪意があっておやりになったことではないんですね。それよりもその構造的なものとか、今後こういうことが起こった場合にどうすればいいかということは、やはりジャーナリズムがきちんと検証していただいた方がいいかなとは思いますね。これでもどうなんでしょう、もう少しねちょっと視点を大きくするとね、この、織田さんが文化立国論を書かれてから、まあ、ちょうどもう20年近くになるんですかね、その文化立国論を書いた時に、芸術立国論を書かれた時に、そこの後ですね、もちろん多少日本でもねそういうものの理解が進んだようなところもあって、実際それを取り入れるような自治体とかもあったでしょう。まあ、他方でこれ言及本の、ね、冒頭でも言及してるけど、まあ、日本維新の会のようにそれをやっぱり攻撃することがなんですかね、やっぱ市民有権者の、ある種の支持を集める手法としになってしまったみたいなところがある。まあだからそうすると本当になんか文化芸術に対してもう政治家が、まあ本当に、まあ、そもそもね為政者がね全然文化芸術家の友達が全然いねえじゃねえかみたいな問題とか資質みたいなね話っていうのもあるんでしょうけれども、他方でやっぱり中貝さんが出てきたりだとか、まあ本当にいろんな自治体の中でそれでもこういうやっぱ文化芸術、これは北川フラムさんの、ね、功績も大きいと思いますけれども、やっぱりちゃんと文化芸術で町おこしなんて持続可能な町おこしをやろうというふうに考えている、まあ、意識の変わった首長さんが出てきてるところもあると思うんですよね。この辺り実感としてはいかがですか。いや、ちょっと前提として申し上げておきますと、次7月に兵庫県知事選挙がありまして、でもう実質選挙戦に入ってますので、私特定の政党や特定の候補者を無視するようなあるいは害するような発言ができませんので、うん、はいはい、ちょっとそこは控えさせていただきますが、もうおっしゃられたように今やっぱり自治体の首長さんのセンスが非常に問われる時代になってきてますね。でそれはやっぱりその文化政策は残念ながら首長さん長くやっても4期5期16年とか20年ですけど、30年50年先に向けての投資っていう部分があるので、やっぱり例えばフェスティバル一つ、例えば瀬戸内国際芸術祭でもやっとここまで育ってきたわけですね。でそういう、こう未来への投資的なところがあるので、まあ、そこにかける首長さんが、どれだけいるかっていうことですよね。で先ほどから話題になっているその税金は市民生活にっていうことなんですけれども、地方自治体はものすごい勢いでやっぱり人口減少が起こってますから、単純に言って今のタックスペイヤーのだけのサービスを考えていると確実に衰退し滅んでいくわけですよ。でだけどそれもちろん市民生活は守らなきゃいけない、でも投資の部分をきちんとやっていかなきゃいけない。でそのことに関しては実は僕はその地方安倍政権の地方創生政策ってそんなに間違ってないと思っていて、要するに投資的な部分に関しては地方自治体では賄いきれないからいいアイデアを出したところにはお金をつけましょうと、これを競争させるってこと自体をご批判する方もいらっしゃるでしょう。ここは意見が分かれていいと思います。僕も あんまり競争させすぎるのも良くないとは思いますけれども、しかしやっぱり人間は競争しないと努力しないというところがありますよね。なので自治体間で健全な競争だったらやっぱりある程度させた方がいい。でそこについてはちゃんと予算をつける、で成功例を作って他の自治体はその成功例に学ぶっていうことが、ある種始まっているんですよ現実に。でやっぱり先進的な自治体はそこで地方創生予算を使って先進的な試みをしてるんですよ。決してばらまきではない、アイデアを使って例えば北海道の東川町とかですね、写真甲子園っていうのは30年守ってきて今写真の町ということ で実際に移住者もものすごく増えていて、もう人口減少そこ打ってるんですね。もちろんこれ旭川からどんどん移住していて、北海道のその旭川県全体では厳しいんだけれども、でも東川に
移れば子供3人4人産みますから、やっぱりそういうことを各自治体がやっていけば人口減少のカーブは少しずつでも緩やかにできることはできるんですよ。そこがまあできるかどうかっていうことでしょうね。これね、まさにそこをねやっていく上で、実はこの本多分ですね、いろんな章にまたがって繰り返し反復されているテーマっていうのがあって、それ何かっていうと、アートマネージャーを育てることについていろんな形で折に触れ出てきてるんですよね。まあ、つまりクリエイターっていうのはいくらでもいる、まあ、それはもう別に芸術家であっても演劇の俳優であっても、まあ、脚本家であっても、まあ、クリエイターっていうのはもうなりたい人はいっぱいいるし、それはもう自分でいろんな勝負の中で育っていくんだけれども、でもクリエイターとその観客を作るマネジメントするミドルマン、最初からねそれになりたい人ってそんなにいるわけでもなかったりするっていうのもあって、とにかくそこを育てる部分が日本は本当に薄くて、とりわけ自治体のようなね 2,3 年でこれが人が要するに優秀な人は揃ってるんだけれども、その人たちに専門性が育たないっていうこと、ここがやっぱり海外との比較でね、やっぱりこのアートマネージャーの重要性が多分重要だと認知されてなくて、ここがだから多分業界、文化芸術業界全体の足腰が弱まってるってことでもあると思うんですね。ただうちの大学はやっぱりそういう志望の学生非常に多いですね。しかも地域でそれをやりたいと、観光とアートで地域振興をやりたいという学生が非常に多いです。それが一番のマジョリティなので、もう若い人の意識も変わってきてます。中央志向、まあ、深くてうちの大学を選んでくるような学生たちは中央志向全くないですね。しかも、うちの大学 85% が第一志望で入ってますので、非常に高い意識で、まあ、来てるってこと。織田さん自身は東京のご出身でね、まあ、ずっと多分東京という街をで暮らしてきたんだと思うんですけれども、まあ、僕も東京出身なので、でもやっぱりどうでしょう、地方に暮らしてね、やっぱ地方の可能性を感じるとともに、東京のような大都市の限界みたいなもので感じるところってあります？まあ、特にコロナで、まあ、それは明らかになったと思うんですけど、まあ、例えば大学で言うと世界の有名な大学は決して首都にあるとは限らないですね。ハーバード、そうです、ケンブリッジとかね、オックスフォードとかみんなそうなんですけど、まあ、日本というかアジアはどうしても近代化を急がなければならなかったので、首都に政治の中心と経済の中心と学術の中心、そして文化の中心まで全部集めちゃったんですよね。で、その他効率はいいんですよ。効率はいいんだけれども、やっぱりリスクが大きい。それから成熟した社会になってくると多様性が必要なんだけど、これ多様性が損なわれる。本当だったらね、文化庁の移転もいいんですけど、一番いいのはやっぱ東京芸大移転させた方が良かったんですね。ああ、なるほど。仙台あたりに、東北芸大になっちゃうんですけど、東京芸大はね、移転させてもね、誰も困らないんですよね。独立性の高い大学だったんで、本当は東大も移転した方がいいんです、まあ、例えばあれですよね、今上野にある東大が実際砦にもね、一部学部キャンパスあるから砦に丸ごと移動しちゃうとかね。だけどもっと遠い方がいいんですけどなるほどね、本当に東大、東工大、東京芸大を移転させると本当はいいんですけど、で、まずそこがまず1点ありますね。それから、まあ、やっぱりその今私子育て中なので、55歳で初めて子供ができて今3歳なもんですから、まあ、子育てのことを考えるともう本当に東京は限界ですね。なので、まあ、本当に移住してよかったなと思いますけどね。なるほどね、まあ、そういうね、多分、まあ、地方であるがゆえに多分これから実際コロナでね、少しずつ東京 の人口が少し転出が増え始めてるっていうこともあるでしょうからね。だからなんかそうすると多分これから育てられるような地方を育てて、まあ、ソフトとハードをうまく機能させられるような人材っていうのが多分日本でそんな多くはないからこそ、そういう人材のね多分取り合いになっていくみたいなねことが今後出てくるんでしょうけどね。教育政策は特に難しくて、保護者はやっぱり自分の子供が大事なので、まあ、部分最適しか
全然考えないですね。当たり前ですけど、うん、みんなのことを考えてなんていう保護者はいないので、うん、でその部分最適は全体最適を損ねるってことがあって、でこういうことを言うとまたあの東京から移住できない人たちはどうするんだみたいなことを言われるんですけれども、あのそうではなくて、移住できる人ができるだけ移住すれば東京の密が少し緩和されて東京にしかいられない人たちにも得になるんですけど、あのそれ以外に多分解決の方法がないの で、うん、で例えばあの私の生まれ育ったのは駒場という町なんですけど、まあ、僕の母校の駒場小学校は7割中学受験するんですね。だから地元の中学校には3割ないし4割しか行かないわけですね。でそうすると例えば災害が起きた時とかに非常に危険だと思うんですね。どこの子だか分かんないし、うん、で東日本大震災のように午後2時とか3時に起きちゃうと、まあ、大量の帰宅難民が、うん、子どもたちがそうなるんですよね。で中高生がで大混乱になると思うんですよ。要するにであの公教育の良さは多様性があることなんですけど、東京の都心部の中学校には公立中学校にも多様性はないわけです。もうその受験しなかった層しか残ってないからね。だからもう完全に東京では実は公教育壊れちゃってるんだけれども、で、そのもう中高、私立の中高一貫校がたくさんできて、で、その都立も中高一貫校がどんどんできてって、もう草刈り場みたいになっちゃってて。で、だけど、誰も何にも言わないですよ。こんなに公教育が壊れてしまっているの。それで教育は票にならないし、保護者は自分子育て中しか関心がないので、だから本当にあの抜本的な解決は東京の人口を減らすしかないんです。でもね、そうするとちょっとそこから議論を発展するとまた一つ論点出るかなと思ったのが、まあ日本ってこの平時はうまく回っているけれども緊急時に弱い、まあ東日本大震災もそうでしょうし、コロナ危機なんてこのドタバタ見ているとね、それが本当にあらわにしたことなのかなと思うんですけども、でもそういう中でやっぱ対応する能力を上げるのは、まあ現場力だったり、それいかに柔軟に運用できるのかっていうこと、これが非常に重要だと思うんですけど、他方でやっぱり地方分権、地方自治みたいなのが、こういうコロナみたいなこういう感染症対策、ワクチンをどうやってやるのかっていうと、自治体ごとに運用が揃っていないからこういうトラブルが起きてるのは、マイナンバーすらないからみたいな形で、いやもっと中央集権した方がいいんじゃないかっていう、そういう中央集権論者みたいなものもまた出てきてる部分もある。このあたりどう考えられます？メリハリが、ね、重要かなと思うんですけど。これも難しい問題ですよね。要するにリスクっていうものをどう考えていくのかってことですよね。で、日本社会ってのはゼロリスクを求めてしまうので、ゼロリスクを求めるんなら中央集権の方がいいですよね。しかしゼロリスクってね、実はすごい大きなリスクをはらんでいるってことですね。原発がまさにその象徴ですけれども、絶対に事故が起きないと思っていたからあんなことになってしまった。いろんな制度設計が事故が起きた時のことを想定してなかったってことですよね。もし事故が起きることを想定して中央集権を作るとすると、コストがものすごくかかるんですよね。でそこのところが、まあ、日本人はものすごく制度設計のうまい民族なんで、まさに平時にはうまく回るっていうのはそこなんですよね。でそこでコストを抑えてきたっていうことですよね。でもリスクマネジメントに対するコストを逆に言うと払ってこなかったっていうことですね。それでも、まあ、生きていける非常に豊かで、のんびりとした暮らしやすい島なので日本は、うん、ただこれからは、まあ、なかなかそうはいかないでしょう。まあ、なんかね、それとも関係するのかなと思うのは、やっぱり現場力を鍛えるっていうのは、うん、まあ、なんていうかプロデューサー経験があるともうどうやってね鍛えられるものであって、まあ、織田さんも僕もプロデューサーであるわけですけれども、なんかでも実際やっぱりいろんなねイベントプロデュースしたりとかして分かるのが、なんかプロデューサーって育てられるのかなってこともあるんですね。なんかもともとなんか持っている気質だとか性格みたいなものが、結構持って生まれたものがだいぶ重要じゃないかなとも思っていて、まあアートマネージメントみたいなのを教育することで本当にプロデューサー育てられるのかみたいな、この辺ってどう思われます？もうちょっとだから早い段階でやっぱりそういうその共同性ですね、共に働く力とか、まあ、小中ぐらいでそういったものをいろいろ育てた方がいいし、まあ、そういう教育を豊岡ではしてるんですけどね。
実際どうですか、やっぱりあの特にね豊岡の場合はあの演劇をね教育に取り入れるっていうこと、これもあの成果を上げられたっていうことだったんですけど、やっぱり教えるとどんな風にあの子どもたち変わるんでしょう。まだ小学校低学年の非認知スキルの部分は結構きちんとデータを取っていて、これはあの自尊感情が高まったりとか、あるいはあの共同してやることでプラスの感情が生まれる。要するにこれ難しくて、小学生レベルだとなんか学級員みたいな子が引っ張った方が効率が良かったりすることが結構あるんですけど、演劇はそうはいかないんですよ。みんなでどうにかしないとどうにもならないっていうシステムなので、演劇はだそういう感覚は育つってことはデータとしてはもう出てきてますね。あとまあ高校の先生方なんかは今あの小学校6年生と中学1年生が主にやるんですけど、その第一世代が今高校2年生3年生になってきてて、高校の先生方なんかはあのきちんと統計を取ったわけではないけど、明らかに発言率が高くなっているように感じるとは言ってくださる。ああ、それはいいですね。これは今豊岡高校ってまあ中核の高校なんかでもそういった探究型の授業をどんどん取り入れていて、実はですね、一昨年までは国公立の英語入試を利用するのって一桁ぐらいだったんですけど、去年爆発的に増えて50数名利用して、で20数名がそこで受かってるんですね。でそうなると、要するにそのディスカッション型とか探究型の授業はもう無視できない、まあ、全体の流れとしてはそうなっていて、それをうまく利用すれば今までの偏差値の輪切りの偏差値は入れなかったような大学に入れるようになるので、まあ、そうするとまあ改革が加速度的に進むっていうことがあります。でこれの成功例もいくつか全国でも出てきているので、高校レベルでですね、まあ、そうなるとね、そこの土壌ができた先にやっぱり大学で種がまいたものがね花開かせることができるんじゃないかとも思うんですけど、大学では具体的にどういうことを教えていくんですか、これから演劇的手法を使ったコミュニケーション教育はもう1年次必修なんですけど、観光も観光学概論とか普通に学びます、座学もありますし、まあ、英語も当然力入れるんですけど、あと、まあ、地元 の観光業界からの要望で情報系 の授業も結構必修で入ってますね。やっぱり観光業今、まあ、とりあえずもう予約なんか全部ネットから入りますから、まあ、発注するにしてもそういったデジタルのこと分かってる人と分かってない人が発注するのじゃ全然違っちゃうし、メンテナンスぐらい自分でできないと小さな旅館はやっていけないので、まあ、そういったことも授業で入って、あと企業ですね、経営とかも授業の中にあります。あれですもんね、まあ、演劇の街っていう意味では城崎温泉なんかだとね、やっぱりもちろんネットでの情報発信とかって大事なんですけど、なんかネットでみんな使うようになったからこそリアルの価値も高まってる部分もあって、そうですね、それは圧倒的にあります、城崎とかなんかだとね、湊かなえさんとかね、要するに作家の人に城崎温泉に来ないと買えない小説みたいなのをね作ってそれで大ヒットしたりみたいなのありますもんね。本当温泉と NPO があるので、まあ、それは城崎の旦那衆がやってる、若旦那衆がやってる NPO なんですけど、まあ、ただ演劇だけではなくて、やっぱりそういう文化度がまあ非常に高い街です、ね、どうなんでしょう、やっぱりどうしてもね日本のその文化芸術っていうのがなんか文化芸術でひとまとまりにならないという横の連帯がなかなかないなっていうことも弱さの理由じゃないかな。要するに演劇と映画は、まあ、俳優とかは一緒だったりするけれどもなんかやっぱりちょっと違ったりする、あるいは、まあ、要するに文化芸術とジャーナリズムっていうのは本当は近接してるし被ってる部分もあるんだけど、そこの交流がないみたいなこととか、この辺ってどう思われてます？まあ、まあそれだけ幸せな国だったって言ってまあ、日本というのはその植民地支配を受けたことがまあほとんどない、まあ、戦後アメリカの統治が数年あったぐらいで、まあ、自国の文化とかまして言葉を奪われた経験が全くないという、1億人以上 の人口があってそういう経験がない国というのは、まあ、日本とアメリカだけですよね、まあ、アメリカは歴史が短いですから、まあ、そうするとやっぱりその文化っていうものが、まあ水や空気と同じように当たり前のようにある、だからそれをこう国家が守るとか、まして国家のアイデンティティであるっていうふうに感じるっていうことが、まあ、あまりないので、
まあ、それでも今までは、まあ、民間の力が非常に強かったですからやってこられたわけですけれども、まあ、一方で韓国なんかはやっぱり分断国家でもあるし、まあ、日本の植民地支配の歴史もあるので、非常にやっぱり文化とか言語っていうものを非常に強く守ろうとしますね。でそれから通貨危機の後にですね、韓国は通貨危機の後にさらに、まあ、ニューディリ政策のような形で芸術文化に非常に力を入れて、で、まあ、今大体韓国に、映画演劇学部のある大学が95くらいあるんですね。人口比でいうと日本の20倍になります。これが韓国ドラマとか映画産業とかを支えているので、まあ、それは勝てるわけないですよね。僕は国策でやってますから。今後のね、やっぱりこのことを考えていく上でね、まあこの文化芸術、まあ政治からの逆風があるっていうのは今まで話しましたけれども、いわゆるまあ上からの検閲や圧力だけでなくて、多分現代的な問題って下からの検閲や圧力ですよね。具体的にはやっぱりネット世論みたいな、ツイッターの炎上で、その時に別になんか正当な批判もあれば、でも具体的にネットだとやっぱりデマだったりとかね、思い込みだったりとか偏見によって攻撃をされることで、演劇なんてみたいな感じでね、要するに霞食ってるみたいなようなものも含めて、やっぱり上だけじゃなくて下からの圧力もあるような状況でね、今後だからこのクリエイティブ文化芸術に関わっていく、多分すごく受難の時代ではあるけれども、まあしかしまあ他方でね、やりがいもあるし可能性もある時代になってるのかなとも思うんですけれども、多分まだね、今日これ聞いている方は多分文化芸術だったりとか、その文化政策に興味ある方だと思う、あるいはね、これからなんかそういうものに関わりたいと思ってるね、学生なんかもいると思うんですけれども、なんか覚悟みたいなものをどういうふうに持つのがいいんでしょうね。いやー、まあ僕学長なんで、学生たちにあんまりそういう負担をかけたくないなっていうのが立場ですね。そんな覚悟とか、やっぱり芸術は楽しいものなので、ただね、ここがやっぱり一番実は問題なのかなとも思いましたね。やっぱりそのトランプさんに投票した7000万人のアメリカ人の寂しさというか、白人貧困層のね、取り残され感ですよね。で、その学者が偉そうなこと言ってとかっていうのと同じような感じで、やっぱ演劇はね、楽しく見えるんだと思うんですよ。でこれコロナの間もそうで、要するに演劇大変な打撃を受けたんだけど、まあライブエンターテインメントの世界でもそれでも、例えば、まあ、普段そんなに政治的な発言してこなかった宮本亞門さんなんかがね、まあ、僕や野田秀樹さんだけではなくて、まあ、西田敏行さんとかが窮状を訴えても、そのたんびに叩かれる、で勝手なこと言うなとか、好きなことだけやってきたんだろうみたいに言われる、やっぱ楽しく見えちゃうんだと思うんですよね。でそれは宿命に抱えなきゃいけない。美術なんかよりもやっぱり演劇は楽しそうに見えるって、攻撃されやすいんだろうなっていうのはあります。でもね、その本来であればね、その取り残された感じやその寂しさですよね、そういう寂しさを埋めてくれたりとか、埋めないまでもそれによって向き合い方を考えさせてくれることに気づかせてくれるのが文化芸術の力だったり、そうなんですからね。ただアートマネジメントには、届けたいところに届かないっていうジレンマが常にあるので、いやそうですよね、まあ、それを考えるのがアートマネジメントの仕事なんですか。いやだから、でもそうすると僕はちょっとやっぱクリティカルに指摘したいのが、やっぱアートマネジメント関わってる人の業界が狭すぎですよ、もっと本当にやっぱり広い世界、業界の人以外とのやっぱ付き合っていかないと、それは届かないなってやっぱ思っちゃいますもんね。でもほら、僕みたいにこうペラペラ喋ったり政治家と付き合ったりすると、芸術家として三流扱いなので、日本では利権を守りたいとか言われるわけですもんね。ここがね、やっぱりなかなか、まあ、そこすらね、やっぱりちゃんとね変えていく必要もあるでしょうし、でもなんか多分ね、まあ、僕もなんか、まあ、今日はねやっぱりどっちかというと悲観的な話は多いんですけど、まあ、そういうのだけでないなと思うのは、やっぱり若い人の感覚、特に Z 世代って言われてるところの彼らって感覚本当に変わってきてますし、まあ、彼らだったら本当に環境の問題とかそういうことに興味を持っているし、また多分文化芸術との向き合い方もね、絶対違いますよね。で
もうだって彼なんかはっきり言って地上波テレビなんか見ないですよ。地上波テレビ見ないでネットフリックスでもう世界最高のねコンテンツみたいなものを見て、その中で勝手にやっぱ成長することができる、まあ、だからこそそういう人たちにねやっぱり届いていくようなね。でただやっぱそういう人たち、ね、下の世代に期待しただけでもねやっぱりダメで、そういう人たちが早くね世の中にちゃんと出て活躍できるような、なんかそういう高速道路を作るっていうことも大事なのかなっていう気もしますよね。はい。でまあそんなあの話をねつらつらとしていたらちょうど90分ぐらい経ったので、まあ最後にちょっとですね、チャット欄の方で、まあ今ニコ生と YouTube がありますけれども、何か織田さんでも僕でも質問があったら、チャットに書いていただければ、それをいくつか答えて、この今日の番組はちょっと終わりの方に向かっていこうかなと思うんですけれども、はい。ちなみに、まあ、これはその質問が来るまでの、はい、ちょっとくだらない質問ですけど、はい、普段豊岡でお住まいになられてて、1日のなんていうか時間の使い方が全然東京と違うと思うんですけど、どんな一日なんですか、はい、普段の。はい、まず、まあ結構もう年なんで朝早いんですけど、朝早く起きてちょっと原稿書いてあるメールして、で朝ご飯になって、でうちがですね、うちのお隣に3人兄弟なんですけど、11歳と7歳と4歳の兄弟がいるんです。上の2人は男の子なんですけど、でその次男が小学校に今年入ったんで、一番下の女の子だけがちょっとで小学校早くに通学するんで、一番下の女の子だけが暇になっちゃったんで、7時45分になるとうちに遊びに来て、もう勝手に上がってくるんですよ。でうちの子3歳で男の子なんで、その隣の4歳の女の子のことが大好きなんですよ。それでだいたいその7時45分から80分ぐらいまで20分ぐらい僕と3人でレゴをやって、でそれからだいたい僕、まあその日によるんですけど、僕は車で保育園に送り届けて、それから出勤。今僕58です。58のね学長はね、そんなに若くないんです。今東大も慶応ももっと若い学長に多分総長になられたと思うんですけど、ただ多分保育園に子供を送ってから通勤する学長は多分日本で一人かもしれない。結構誇りに思ってます。で、まあ、大学の仕事とか授業をして、で夕方帰ってきてから劇団の稽古をします。だいたいそういう一日ですね。はい、ありがとうございます。じゃあ質問がいくつか来ましたね。自分は就職氷河期のおっさんなんですが、今さらアートマネージメントの仕事って学べますかっていう質問です。いや本当に性格人によると思いますね。さっき津田さんおっしゃられてたように、結構やっぱ性格的な向き不向きがあるので、アートマネジメントは究極の裏方、下支えする側なので、自分がやっぱりね、ちょっとでもなんか目立ちたいみたいな、ね、っていう欲望というかね、それがあるときついかもしれないですね。なんか向いてる人、こういう性格の人は向いてるなみたいなのって、なんか僕がよく学生に説明するのは、やっぱりつなぐのが好きな人じゃないかと思うんですね。つなぐ要素は、僕は学生、人物金っていうんですけど、まあ人、まあ演劇でいうと演出家とか、劇作家とか、俳優とか、それから物っていうのは大体劇場とか場所なんですけど、それとお金ですよね、資金。これをうまくつなげでアーティストをこう成長させたりとか世界に紹介するっていうことと、まあ、もちろんアートマネジメント非常に広範囲なんで、劇場のプロデューサーなんかになる場合もありますから、その場合にはその市民とアーティストをつなげるってことですよね。でそういうことに、まあ、喜びを見出せるかどうかってことですよね。なるほど。はい。まあ、じゃあちょっと大学の話でもあってので、それに関連する質問で、この織田さん開学されたこの大学院や社会人コースの創設可能性ありますか、ぜひ解説してほしい。社会人の方は結構何人か
あの入学なさ、あの社会人経験のある方は何人か入学なさってるんですけど、大学って認可を受けて4年間は制度をいじれないんですよ。で4年後に、まあ、4年後とかその4年超えてからですね、5年後とか6年後に、まあ、組織改革でじゃあ上に伸ばして大学院作るのか、まあ、定員をちょっと増やすのか、学部を改編するのかみたいなことを、まあ、考えていかなきゃいけないっていうこと。だからまだしばらくは無理です。ただ今から考え始めてます。それは若い教員たちに考えてもらってます。まあ、当然織田さんの視野には入っているということですよね。まあ、っていうかポスト平田織田も考えてもらわないと、若い教員たちも、なるほど、はい、そうですね、演劇界への質問もありますかね、コロナが収束したら今までと同じような芸術活動再開できるんでしょうか、まあ、何かが悪くも良くも変わると思うんですけれども、まあ演劇は2500年続いている古臭い芸術なので、例えば映画というのはもしかしたらなんか別の形になってしまうかもしれないですよね。50年後とかに、あの亡くなるメディアっていうのは、例えば紙芝居みたいに、ね、ほぼなくなってしまったメディアとかありますよね。でも演劇はなんか人の前で人間が何かを演じてみせるとかっていう行為自体はあんまりなくならないと思っているので、あの長期的に見ればですよ、長期的に見ればチケットを買って劇場にあのお芝居見に行くっていうのは近代特有のシステムなんで、それはなくなるかもしれないですね、もし何ぐらいですね。だけどその演劇という行為自体は多分あんまりなくならないので、本質的なところはそんなに変わらないんじゃないかなと思います。まあ、それとも関係する質問だと思います。あの演劇で成功しているのが劇団四季だと思うけれども、他の小劇団を成功させる要素はどこにあるんでしょうか。これは何を成功とするかそうですよね。あの小劇場劇団をステップにして有名になった劇作家演出家俳優がたくさんいらっしゃって、僕はそれはそれでいいと思っているので、例えばドラマの半沢直樹なんて半分以上は小劇場、もうあれすごい、歌舞伎出身の人と小劇場出身の人でもう8割ぐらいでしょ、だからあの実はそのなんか演劇なんて不要不急だと言われてきたんですけど、この1年半、あの小劇場とかがなくなっちゃうと日本の場合にはそこが人材育成してきた基盤でもあるので、あの日本のドラマとか映画の表現全体がやさ細ってしまいますよね。公的な教育機関がすごく少ない国なの。はい、演劇の質問がいくつか続きますね。織田さんへ、演劇界に、まあ、割合あったこのパワハラ体質、まあ、あのちょっとね、いろいろ法的なあの訴訟になったりもありましたけれども、そのパワハラ体質コロナ禍で変わりましたかという質問です。コロナとはあの関係ある部分ももちろんあると思いますが、あの徐々には変わってます。あの、まあ、ハラスメントが起きやすいやっぱり職場環境なので、あの そこも注意して、あの随分意識改革はあの若い方たちの中では進んでると思います。まあ、私の劇団自身は相当、まあ、あの相当前からそういうことをしてきた、まあ、それとも関係しますかね。まあ、これあの織田さんも関わってる岸田戯曲賞のね、審査員の男女比率みたいですよね。いわゆる演劇界劇団の幹部クラスなろうとしてる人の男女比率の変化っていうのはあるのかという質問です。もう若手はもう女性の方が圧倒的に多いですから、あの構造的なものですよね。例えばうちの大学でも女性の教員 25% なんですよね。学生は、8割以上が女性なのに教員は 25% なんですが、これ大学を最初に作るときは認可っていうのが今非常に厳しくなってまして、でその認可の申請の時には教員の審査も非常に厳しくて、で、しかもその教員の審査の中では、教歴といって、例えばあの准教授を何年やってると教授になれるみたいなものも
特に新設校ではすごく審査が厳しいんですね。そうすると今日本の大学の教員というのはやっぱり 25% しか女性がいないので、教歴のままやってしまうと変わらないんです。ずっと変わらないです原理的に。でしかもその、40人なら40人の教員をざっくり取れるわけじゃなくて、マネジメントとかそれぞれ取っていって、その講座にふさわしい人を教員として採用しますから、例えばマネジメントなんかだともう募集そのものが女性がなかったりする場合もあるので、それだけの教歴を持っている人がいないのでというような悪循環がどうしても起こってしまうんですね。だから相当大なたを振るっていろんなことを変えないと、この、 ジェンダーギャップっていうのは解消できない。で、例えば、岸田戯曲賞の場合には過去の受賞者しかなれないという、まあ、不分率があるので、まあ、これをどうか変えるのかどうかなんですけど、これ変えるの難しくて、要するに岸田賞とか芥川賞というのは相当年になってから取る場合もあるので、要するに受賞してない人を審査員にしちゃうともうその人は受賞できなくなってしまうっていうこともあるんですよね。だからなかなか一筋縄にはいかないところがある。ただ例えばですよ、今公文局公共文化施設の協議会っていうのがあるんですけど、ここの役員は多分ほぼ全部男性になってて、そことかは本来は変えられるはずなんだけれども、結局全ての劇場の館長とかが男性が多いのでそうなってしまうってことですね。そっちの方が実は問題なんじゃないかなと思ってます。はい、これはあれですかね、まあちょっと厳しめの質問かもしれないです。田島地方の内発的なものとの融合がなければ演劇の価値を理解できない地元民の心に届かないのではっていう質問ですね。これよく言われそうなもんですけどね。アートなので全ての人に理解を得るということはありえないし、またそれはあんまり価値のあるアートではないですよね。で、豊岡の方でも実は演劇祭を、まあ、神戸新聞が出口調査をしたところ、演劇のまちづくりを評価しないという方は20数%、逆に評価するが 33% ぐらいあったんですよ。私たちは多いと思ったんですよ。そんなに評価してくれてるんだと、1回しか演劇祭やってないのに、私たちの感覚であと 17% で過半数じゃんって思って、だから評価されてるんです。しかも、今回の市長選で演劇を投票行動の、理由とした方は 3% とか 4% なんです。だから演劇は攻撃がしやすいから攻撃されただけで、全然それは争点にはなってなかったっていうことなんですよ、ね、なので、まあ、そもそもがだからその今おっしゃられた質問は根拠が科学的ではないっていうことですね。なるほどね。まあだから、ただやっぱりこういうようなある種の問いの立て方自体がすごく政治に利用されやすいような言い方になるってことになるでしょうね。だからよく言われたのが、選挙後とかにもうちょっとちゃんと説明しておいた方が良かったんじゃないですかって言われたんですが、先ほど今日説明してくるフェイクニュースを基盤にして攻撃をされたので、フェイクニュースを基盤にして攻撃された側がもっと説明をするべきだと言われる筋合いはないんですよね。まあそうですよね。いや僕も愛知のね、狂言の不自由展で何度ね、まあ、僕が天皇を燃やしたことになっているわけですけれども、まあ、そんな単純な話ではないということをもう何百回何千回と僕もねツイートしていくら説明してもね、ずっと誤解して攻撃している人はいて、でもそれで説明が足りなかったんではと言われてもねっていうのはありますよね。だからまあ今回の場合には、まあ、新市長が、まあ、とりあえずですけれども全部ではないですけれども訂正を、まあ、なさっているので、まあ、この推移を待ちたいなということですね。説明のしようがないんです、はい。次ですね、本を読まれた方からの質問ですね。本の中で、平田さんが権力側が知らんけどを使うようになっていると、おっしゃってましたけれども、もう少し詳しく説明していただけると無責任無理解ということなのかなっ
というふうに理解します。そうですね、あのこれ本読まれてない方にはあの何のことだと思ってますが、あの、まあ、私は大阪大学の教員も長くやってたの であの特に近年ですね、あの知らんけどっていうのがあの関西のお笑い界ではよく使われますね。これは全国的に多分皆さんもテレビとかであのご覧になってる方も多いと思うんですけど、あのなんとかやろう知らんけどって最後につけるっていうね、でか、まあ、そう無責任な発言をするみたいで、これは僕はある種の大阪文化であって、そうやって権力を、まあ、その揶揄したりとかあの攻撃したりするのは僕はとてもいいあのことだと思うんですが、しかしその権力者の側がそれを言ってはダメだろうということですよね。で、要するに あるいは利用してはダメだろうと。例えば学術会議の問題で言うと、まあそうは言っても学術会議の方にも問題があったんやろう、知らんけどみたいな言い方は、あのやっぱり権力側とかあの議論に乗る方たちはしちゃいけないだろうと。それは科学的ではないですから、あのっていうことですよね。まあ、でも難しいですよね。科学的にだったりとかエビデンスに基づいてみたいなものを言うこと自体がやっぱり、まあ、一般の有権者とそれが距離が出てしまうんじゃないか、要するにどれだけ説明を尽くしてもコミュニケーション不足ですねって永遠に言われ続けてしまうっていうところもあるのでね、まあ、どこまでねそれをやればいいのか。で別にコミュニケーションを取って、そして説明を十分にしたって、ある意味 27% ぐらいの人はやっぱ反対の人がいたりするわけですからね。まあだからそこら辺はね難しい。 だからこそね、本来はそういう文化事業の是非みたいなものを本当は投票のやつにするべきではないんだと思うんですけどね。そうですね、はい、まああるいはあのそれはあの市長選挙とかと外して、まああの例えば新あのね、文化会館が争点になることはよく地方自治体の選挙で今までもあったんですよ。うん、本来はそういう場合はあの特にアメリカとかだとこれ住民投票の対象にするんですよね。ああ、そうですよね。住民投票が楽なので、うん、そうすると意外とあの賛成の結果が出る場合もあるんですよね。あですよね。まあ、日本だとね、あの構想日本がやっている、まああのなんだろうな、民主党政権の時に注目された事業仕分けって、あれもともと地方自治でねやっていて、あれ別に仕分け人が結論出す パターンもあれば、住民の人があの直接参加して結論出すっていうので、この文化会館廃止するか継続するかみたいなのを決めたりしてるんですね。もうあらゆる自治体でいろんなところでやっているのでね。住民投票になると比較的きちんとデータを出し合いますから、その先ほど言った財源の問題とかをきちんと出し合いますから、あんまりあの実はあのちゃんとやれば感情的にならないんですよね。そのことだけを争点にすれば。ところがその市長選挙みたいなのだと本当にまさにもう政争の具になってしまうので、それが非常に危険だっていうことなんです。まあ、だからこそね、やっぱそういうふうにしないためのね、継続するためのまあ10年ぐらいね、ちゃんと時間かけて基盤を作っていくための取り組みが必要で、まあ、あのちょっとね、あの豊川の取り組みブレーキかかってしまいましたけど、やっぱりここから大学の卒業生が出て結果も出てくる、ここから10年がまた一つのポイントになってくるのかなと思いましたね。はい、こんなちょっと変な質問、ちょっと面白い質問ですね。近年演劇界からのホームラン、あの映画のカメラを止めるなについてお願いしますってなりますね。いや、演劇はそういうふうには特に日本ではそういうふうな経済構造になってないので、あのロングランシステムというのがないもんですから、そうですよね、なんかそれも日本の演劇の課題なんです、ね。なんかね、あの亀止め僕も見て面白いなと思ってみましたけど、やっぱ最初に見た時にやっぱり僕見たに光輝さんのあのショーマストゴーオンをやっぱり思い浮かべて、まあだからああいう構造の作品って、まあ、演劇だと たまにというか結構ね、ありますもんね。いやだからこそやっぱりなんか、ああいうのがああいう、まあ、ヒットするっていうことっていうのは、まあ、さっきのね、何でしょうね、あの衝撃弾が生き残っていくみたいなところも含めて、やっぱりお話とかそういうものに興味を持っている人がいろんな形で、まあ、育っていく、ね、可能性が広がるってことであるでしょうからね。
まあ、あとやっぱりその亀止めもそうですけど、今映像というのが若い人にとって、まあ、YouTube に象徴されるように昔よりも手軽になって身近になってますから、まあ、そういうところから新しい表現が出てくるんだろうなというのは思ってます。なんかちょっとその演劇と映画っていうところの、あの関係でいうと、あの織田さんもね、あの映画撮られたじゃないですか。やっぱり結構、僕は撮ってないですけど、あれそうでしたっけ、原作、あそう原作か、どうでしたか、自分の演劇が映画になった時のなんていうかこの感覚っていうのは。あでもね、劇作家なので、あのね、小説家の方が映画化されるのとはちょっと違って、劇作家って普段からそういう経験をしてるから、あまあそうかそうか、まあ、まあ今時あんま言わないです。自分の子供をこう、あの、こう嫁に出すみたいなね。そういう感じのことは慣れているので、もうそれは人の家に行くんだから、自分の所有物と思ってはいけないっていうことです。まあ、そうやってね、まあ、あのまさに2000年以上続いてきた、あの演劇っていうのは、やっぱりまあ常に、なんでしょうね、ある種のもう作られたものがコモンズになっていくってことなんでしょうね。そうです。だからそれはね、あの、まあ、津田さんと一番最初にお目にかかったのがね、まさにあの著作権保護法 の、うん、あの延長の反対 の、 あの場面だったんですけど、もうそこに戻るんですよ。私たちは無形の公共財を作っているので、あのだからもう劇作家はみんな保護期間の延長には反対で、そんなあのね、死んでから70年、要するにもう顔も知らないようなひ孫に著作権料が入るよりも、あのもうそんなものは公共財で、私たちは公共財を生み出すことに誇りを感じているので、その分きちんと今文化政策で、あのいろんなものをこう保障してくれっていうことですよね。だから無形の公共財を作るっていうのは、つまりそれが生み出されたね、まあ、豊岡とかね、城崎とか、そういう生み出された地域にも利益をもたらすし、でもそれだけじゃなくて、まあ、日本あるいはもう人類に対して利益をもたらすっていう、そういう広がりがあるところですもんね。城崎はやっぱりね、城崎にての成功体験があるから、もうあれまさに無形の公共財なわけですよ。城崎にてで一挙に全国になったから、城崎が。で、志賀直哉は別にそんなつもりでね、どっかの広告代理店に依頼されて小説書いたわけじゃないから、ね、だからそういうことなんですよ、私たちがやってる仕事というのは。はい、じゃあ、まあ、あのいろんな大体質問が来たので、じゃあ最後に一番ふわっとした、まあ、そして最後飾るにふさわしい質問ですね、アートとは何なんでしょうかという質問が来ました。いかがでしょう。難しいですね。あの、まあ、僕は学生によく説明しているのは、まあ、人間人類だけが、あの家族という共同体と社会という共同体の両方に所属するんですね。あのゴリラは家族単位で行動しますし、チンパンジーは群れ単位で行動するんですけど、人間だけが両方に所属するので、まあ、どうしてもその体験を他者に伝えるっていう必要が出てくるわけですよね。まあね、狩りからお父さんが帰ってくると、今日こんなでかいマンモスがいてさみたいなこととか、あるいは狩りに出かけると、今ちょっとうちの女房機嫌悪いんで肉たくさん持って帰んなきゃいけないんですみたいなことを話さなきゃいけない。でその時にやっぱりそのこんな大きなマンモスがいてさってどんな大きさなんだよっていうことですよね。でそれを例えば絵に描いて伝えるやつもいれば、足音ので伝えるやつもいれば、私のように言葉で伝えるやつ、物語で伝えるやつもいれば、で当然そこにやっぱりうまいやつ、伝え方のうまいやつって出てきますよね。もう一つはな、話を盛るやつっていうのは出てきますよね。僕はそこがアートの起源だと思っているので、やっぱり何かを伝えたいという衝動が人間にはあって、というかそれが人類たらしめているので、まあそのまあ、僕はコミュニケーションとアートっていうのは、まあ非常に近いところに起源がある、まあ、もう一つは宗教だと思うんですけど、まあ、そこら辺がそのアートの、まあ、根源的な、まあ、役割だと僕は感じてますけどね。はい、ありがとうございました。そうですね、あの、まあ、今日この本、まあ、一応この、 あの
本のね発刊記念トークっていうこともあるのでですね、ちょっとじゃあ視聴者の方に、あの最後にどんな人を、まあこれね読んで今なんですかね、今リアルタイムで多分6、700人ぐらいの人が見てくださってると思うので、まあ見てる方は皆さん買ってくださると信じてるんですけれども、なんかあの最後のセールストークというか、どんな人に読んでもらいたいかというのをいただけますか。そうですね、アートのもう一つの役割は、なんかもやもやしてるものとか曖昧なものに言葉を与えたり、それを色にしたり音にしたり形にするのがアートのもう一つの役割なんですね。例えば文学とか、まあ劇場、私たちで言えば言葉ですけれども、例えばその津軽半島にカニタ、カニのこのカニのカニですね、カニタっていうところがあって、今もう市町村合併で多分なくなってるんですけど、ここは風の町カニタって言って、いろんな風の町川柳コンクールとか、今もね保育園の名前風の町保育園ってすごいかっこいい名前の保育園なんですけど、でも津軽半島にも下北半島にも、あの海峡を吹き抜かる風っていうのも太古の昔からあるわけですよね。じゃあなんでカニタが風の町かっていうと、それはあの太宰治が津軽という小説の中で、カニタは風の町であるって一文書いてるからなんですよね。でそれが私たちアーティストの役割で、何かその人々が見て見ないふりをしてたりとか、は忘れてしまったものとか、なんだろうなこれって思ってるものに、色や形や音や言葉を与えるというのが私たち芸術家の役割で、まあ、そういう意味ではこの本もなんかこの 1,2 年の間、皆さんが、まあ、その愛知トリエンナーレの問題とか学術会議の問題とか、あるいはコロナの問題とかでもやもやしていたものが、なるほどこういうことなのかっていうふうに、ちょっとあのこう僕は解像度を上げると言ってるんですけど、カオスはカオスのままなんだけど、解像度が上がって見えるような本にはなったんじゃないかなというふうに思っています。はい、どうもありがとうございました。まあなんかね、今日この対談だけでもね、なんかこの本の、あの追加の一章分内容になったなと思いますし、ぜひですね、あの視聴者の皆さんですね、あの今日の放送の感想もそうですし、この日本の芸術の行方を読んだ感想をですね、ツイートしてください。皆さんのね、感想が広まって共有材になっていくことでですね、いろんなこの僕たちのこの議論のね、あの射程も多分広くなっていくんじゃないかなと思います。そしてあのサイン本がこれ津田書店さんのねリンクで発売してますので、チャットの方にもまたね改めて貼りますけれども、津田書店さんのリンクで、発売しています。ぜひですね、これもうすでにもう買っちゃったよっていう人もいらっしゃると思うんですけれども、ぜひサイン本も買っていただいて、すでに購入している方はぜひご家族やご友人にあげることで、また共有材として広まっていくっていうねところがありますので、ぜひ皆さんね、サイン本の方も購入いただければと思います。ということで改めまして、本日のゲスト平田織田さんでした。どうも織田さん、ありがとうございました。ありがとうございました。はい、本日のポリタス TV はここまでとなります。今日はですね、まあ、週末なので、来週月曜日、午後7時からです。まあ、月曜日はね恒例の企画報道読み解きマンデーということで、社会学者の富永京子さんをゲストに、その1週間のニュースを振り返ります。皆さんご視聴ありがとうございました。また来週お目にかかりましょう。ぜひ日本の芸術の行方、皆さんぜひもう1冊と言わず、もう何冊でも買ってくれると嬉しいのでよろしくお願いします。ということで、ではまた、さよなら。